ります。パドバのホームスタディオエウガネ、随分入りました。終わりました。いや、これバティストゥータ、バティストゥータタッチを割っています。いいボールだったんですけどね。バティストゥータとララス、コスト上がる、バティが開く、バティストゥータ倒されました。クイッキの足、バティストゥータは91年92年シーズンからフィオレンティーナ入り。サドラ右足、ゴールの左に外れていますが、グランダーのボールでなかなか良かったですね。あ、いいシュートですね。今は壁の、ああ外ですね。最後はコイスですか。4番コイスですね、はい、まだ生きています。これバティストゥータ折り返しました。粘りのあるプレーです。バティが折り返しました。アウトサイド、コイス。さあバティは前に、下位の4チームが B 落ちということになります。現在14位のパドバ、下にはクレモネーゼ、フォッジア、レジアーナ、ブレシアといいます。まあ、これレジアーナとブレシアはすでにほぼ、逆にバイアーノからバディストゥータへ、そしてバティが前に送りました。チャンス、インターセプトされてスルーパスを送っていく。バディストゥータがドリブルで上がる。バディストゥータが2人を、そしていい格好で抜けました。このチームはロンギが5ゴール、マニエルが5ゴール、ブラオビッチが4ゴール。こちらルイコスタからのアウトサイドのパスがバティストゥータへ、ヒールでカルボーレ、チャンス。今日は5バック、あの前半の最後からですね、フィオレンティーナのディフェンスがかなり読んでますよね。ですが、かなり後ろから削られています。これも危険ですね。痛いですね。フランチ、さあバティが追います。タッチ沿い、あ、早い、生きています。かわしにかかる、ペナルティエリア内、シュート、強烈、これも強烈。今度はキーパーナイスセーブ。やっとらしさが出てきました、ね、出てきましたね。鋭いこの足の振り、いい攻撃です。あ、いません。そうですね、はい、したがってゲームがうまく作れませんが、これはシュートいける。あ、ダメだ。バティからの速いパス出し、そしてバティストゥータ独走、チャンス。バティストゥータ中にいる、ラストパスがダメ。いい形ができましたけれども、はい、そういった攻撃の回数をもう少し増やす、この人やっぱり自由になりますといいですね。いいパスを供給します。バティストゥータにはマークがついていきました。少し疲れましたね。疲れましたね、はい、ベテランバイアーノが退きました。バイアーノの働きはしかし随分今日は評価されるんじゃないですか。そうですね、はい、やはりキャプテン種を表してますね、はい、はい。バティが倒れます。バティストゥータは今日随分後ろから削られてますよね。イライラしてるんじゃないですか、なかなか仕事をやらせてもらえないんで。ルイコスタ右足、あ、大きくカーブかかりました。ヘディングシュート、キーパー、もうこれだけ戻っています。バディ速い、バディストゥータいけるぞ、シュート、惜しい、狙って狙ってゴールの右外れた。非常にうまく抜けていったんですけどね。やはりこの人は危険ですね、はい、そして今狙って右隅でしょ。そうですね、完全に入ったかと思いましたかね。ディマウロ、ディマウロの存在というのもこのフィオレンティーナを支えてますね。そうです、あの中央中央というのは難しいかもしれませんね。そうですね、また出たバティストゥータ、また出たバティストゥータ、ドリブルで独走、キーパーと1対1、バティストゥータこれは完全、今のは躊躇しましたね。シュートルイコスター、もったいない、何ですか今のプレーは。バティストゥータ完全に抜けました。そうですね、どうしましたかこの躊躇は。ただシュートの角度がなくなったんで、後ろ今見ましたね、余裕があったんでシュート打たなかったと思うんですけど。そうですか、はい、でルイコスタがこれ、時間とともにやはり空中戦になってきましたね。そうですね、はい、いやー、ちょっとバティストゥータも疲れましたか、しんどそうな表情を見せていますが、185cm な、あ、バティ抜くことはできません。随分あのチームの中でも不協和音というのが若干今シーズンは試合らしくなりましたけれども、